ロナの至宝ヤマルくん、言ってることが俺強すぎるけん。バルセロナのラミンヤマルが、最年少記録を更新し続けている現状について語っている。自分のすることほぼ全てが記録になってしまうんだよ。その全てを記憶するのは難しい。いくつかは覚えているんだけどね。さらに、ドリブルのテクニックについて、考えることなく、自然にできてしまうものだなんだ。僕にインスピレーションを与えてくれたのはレオメッシとネイマールだと語っている。言ってることやばすぎるだろ。全部が最年少記録になるって、それが事実だからすげえわ。カンテラに優秀な若手多いんだから無理に補強しなくてよいと思うけどな。ヤマル、クバルシ他いろんな若手が出てきている。アラウホやデヨングやペドリ、ガビなどを中心に含め金を使わずにチーム再建いけるかもな。だがフロントが欲を出して無駄な投資をしそうでもある。プレイが大人すぎて年齢を考えると本当に信じられない。ペドリもそうだけど、最近のバルサには珍しく身長も高い人にかく怪我なく成長してもらいたい。カンテラは才能の宝庫やな。もはやほぼ自前でいけるんじゃないか。ラマシアから現れた天才 FW だからメッシを重ねられるのは必然だけど、プレイはネイマールに近い。足元が上手くて緩急と重心移動で抜いていく。オリトリッキーな技を使うのはネイマールのプレイからインスピレーション受けてるんだろう。ヤマルが16歳ってことに信じられないんだよな。それくらいプレイが卓越してるわ。エンバペはマドリーに移籍するだろうが、これからヤマルがどれだけ伸びるかによって対抗できるかが変わってくると思う。この才能を潰すとこまでがバルサ。どうか酷使はしないでほしいな。